骨太なオルタナティブロックで注目を集める新世代バンドニトロデイ。しかしシャイすぎるメンバーにトークは空振りの連続。そんな状況に以前番組にも登場してくれたニトロデイを愛してやまない先輩バンド This is Japan 杉森ジャックさんからトークを盛り上げるためのアドバイスが到着しました。多分これは俺らに向けてでもあるんだけど、ニトロデイとはこんな話を盛り上がる、初めて会った時に定時ファンクラブが好きだっていう話で盛り上がりました。あれはずっと忘れないでしょう。定時ファンクラブ好きなんだ。まあでも分かる、俺らめっちゃ好きだからね定時ファンクラブ。定時ファンクラブの話で盛り上がったんだよこの時は。じゃあ待って、これジャックのせいだからね。ジャックの自信を持ったんだ。その時盛り上がったの本当に。誰が話したの。マジか、盛り上がってなかったの。盛り上がってない、ま、俺。あ、俺。あ、よかった。忘れないぐらいの思い出になっちゃってるから。そのジャックの方が盛り上がっちゃったのかな、ちょっと、ね、気持ち的には。ジャックからニトロで聞いてみたかったこと。4人から生活感が全く伝わってこないのですが、普段どこで昼飯食べてるんですか。マックとか日高屋とか行くのかな。サブウェイにはいそう。サブウェイにはいないか。ジャックがあんまニトロデイのこと分かってないっていう。この一応ね、何か不明点あればいつでも連絡ください。杉森ジャックで電話番号書いてあるんだけど。一回電話してみましょうか。してみましょう。すごい、杉森ジャックって書いてある。これ多分出ないっすね。あと2回できます。おお、もしもし、あ、もしもし、ジャック、ジャックさんだ。もしもし、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 聞こえてます？聞こえてる、聞こえてますよ。あ、聞こえてる。あ、よかったよかった。手紙ありがとうございます。いつもね、ちょっと元気があるのかないのか、ちょっと心配してるから、すごい元気なんだったらすごくこれは嬉しく思いますね。いいやつじゃん。親戚のおじちゃんの。なんかいろいろニトロデイの思い出とかを書いてくれてたけど、意外にピンときてなかったよメンバー。うーん、やっぱり、まあ、確かに俺は心で通じてるって思ってたけど。この多分ね、ジャックがすげえ盛り上がったんだろうなっていうのは分かる。これが現代の若者像であるということがね、すごく分かって。何、違うジェネレーションだったの。笑ってるわ。めっちゃ笑って。一応あのね、サブウェイにはいないみたいよ。ああ、そう、それめっちゃ気になってたんですよね。学食かな。まあ学食はね、学校の近くの中華。学校の近くの中華なんで。蒲田の中華。蒲田の中華だって。蒲田の中華か。ああ、いいですね。行ったことねえだろ。絶対ね。そんなちょっと片思いだった感じがして、今気づいてるから片思い。うわ、両思いです。あ、ちょっと耳を澄まして聞いて。もしもし、もしもし、もしもし。覚えててくれたのか。覚えてて、いつもありがとうございます。あ、ありがとう、いや、本当ありがとうございます。また一緒にライブしましょう。え？え？そうだよ。もちろんです。 This is Japan 大好きです。ありがとう。俺もちょっと普通にグッときちゃったんじゃないですか。全然口も開けない。そういう時間じゃねえんだよな。もういいから、じゃあ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてありがとう。レモンドという曲を。
最初からオリジナルだった。そうです。なんかそれをやろうっていうので組んだんで。だから割と最初から売れたいっていう気持ちで、うん、多分、なんかね、うん、友達で組んでとかじゃないから、うん、そういうバンドをやろうって言って集まった感じ。なるほど。それめっちゃ好印象だろう。うん、ライブもなんかそういう感じで外向きにバーってやってんの分かるしね、うん、見ててね。うん、そうだね、そういうことだ、そこだよ、うん、街を会場に行われるライブサーキット東京コーリング2018、9月17日には今年もジロッケンとのコラボステージを開催。ぜひ遊びに来てください。大阪の、南堀江にありますフレイクレコーズの和田と申します。独自の目線でアーティストをセレクトして販売する音楽シーンのセレクトショップ店員、それがディストリビューター。今回は、DIY というテーマで紹介したいバンドは、下山という。今回もアメリカツアーにすごい土佐回りみたいに行ってきたり、向こうに行ってそのスティーブ・アルビニっていうすごいプロデューサーとアルバムを作ってきたり、でそういうのがこの秋に出るみたいなんですけど、その前にこの7インチが出たんですけど、それがすごいヒップホップのチームと一緒にコラボしてる曲で、下山ってちょっとハードコアパンクというかそっち寄りのバンドなんですけど、一緒になんか曲を作ってやっちゃうみたいな、そのすごい自由さとかが、面白くて、フェスとかも自分たちで主催しちゃってて、全感覚祭っていうフェスがあるんですけど、入場料が無料で、その代わりカンパみたいな、すごい本当に DIY な感じで、もっといろんな人に知ってもらえたら面白いなと思ってるバンドです。世代ロック研究中ホッテスト20、 Spotify の3つのプレイリストをもとに作成したジロッケンオリジナルチャート、今週のランキングはこちら。そしてトップ10は、今週の注目ソングはこちら。東京ヘルスクラブ、エッチなギャルフィーチャリング菊花賞。ニュースピーク、レイク、
Spotify にてジロッケンオリジナルプレイリストを公開中。贅沢に泣いて次回はグレンのサマソニ in サマーソニック2018を大特集。